どうも、ゆうきです。静止をなぞるパワプロくんポケット13実況プレイ最終パート、甲子園で戦っていきたいと思います。最後の戦いです。いよいよ決勝戦の日が来たな。近くで見ると一層怖いな。見かけに騙されるな。細かいプレイもきっちりやってくると。油断してないけどさ、あれ？でもなんだかな、今日は向こうの人たちフラフラしてないか。プレイボール。7回終わって2点のリードだ。勝てる勝てるぜ。今日相手のチームなんだか調子が良くないみたいですね。油断するなよ。あ、はい。あらあら、こりゃダメみたい。はいはい、皆さんこっちに注目。残念なお知らせです。どうやらあなた方の体は限界です。試合はここでやめなさい。これピンクの文字になってるのは12で出てきたバナナ野郎デスマスの能力です。この言葉に従うことができない。やめなさいに従えない、つまり逆らってしまうという。データはもう十分取れました。あなたたちはよくやったわ。今は苦しいかもしれないけど、学校に戻れば楽になるわよ。もう諦めなさい。つまり諦めることができない。監督、どうしたの11番。どうか最後までやらせてください、大畑くん。だからさっき無理だって言ったでしょ。俺知ってます。先生ができるのを、壺に針を、禁断の壺に、あれ使ってください。ダメダメ、今のあなたたちにあの技を使うとこれから先スポーツどころか一生ベッドから起きられないわよ。構いません。このかけがえのない一日のために最高の力を。これもね、泣けるよね。この先一生起きられない、スポーツどころか起きられない体になってでもこの試合のためにやりたいと。いくらデスマスの能力を使われてるとはいえね、この思いは本物だと思います。一瞬だけの、お願いします、お願いします。すごいわ、あなたたち。あなたたちは間違いなく一流よ。いいでしょ先生、あなたたちの熱意に負けたわ。使ってあげる、あれを。ありがとうございます。なんだ、あっちのチームは円陣を組んで攻撃前に気合を入れてるのか。うわぁ、なんだよ今の気合は。おー、ついにあれを使いましたか。なんですかあれとは。はぁ、なんでも一時的に潜在的な肉体能力を全開放する禁断の壺があるそうです。そこに針を刺したんですよ。さてと、この状態になれば酷使された神経と筋肉は崩壊し、想像を絶する苦痛でしょうね。でも勝つぞ、これが最後の試合だ。本当にあなたたちは最高だわ。モルモットとしてはね、こいつ悪いやつ。いえ、ホームラン打たれた。あいつら急に強くなったわね。ものすごく不自然だわ。やっぱりこうでなくっちゃな。最後の決戦は、あいつら人間やめてるみたいだよ。この一瞬のために何かを捨ててきたのなら俺たちだってそうさ。忘れるな、今日までのことを。私は海底分校の仲間を置いてきた。ここで負けたら顔向けできないね。頑張るのはダサくね。誰が見ていようと見てまいと、たとえ泥まみれになろうと、ここでやらなきゃかっこ悪いぜ。いや、ヒロハタマジで泣ける。最初の頃と比べるとさ、すごい成長したし、いやー震えるわ。母ちゃん、ばあちゃん、俺のわがままを許してくれてありがとう。見ててくれよ、俺の晴れ姿を。楽しいな、ここに来てよかった。みんなと野球ができてよかった。でも、ここで勝ったらもっと野球が楽しくなるはず。ちょっとほんと涙出てきたんだけど。だから13好き。いつも僕は先生という存在に逃げていた気がする。今日勝って先生からは卒業だ。これが俺たちの最後の試合なんだな。ゆうきが来てからここまでいろんなことがあったな。回想するのはまだ早いぜ。どうせなら勝って終わろう。さあ最後の試合だ、行こう勝とう。甲子園大会決勝戦、開拓高校対13番高校。13番高校突如の猛攻で1点差で詰め寄りました。やってやろう。7回裏4対3、こっちが1点リードしてる状況だけど、向こうの調子がめちゃくちゃいい。そして向こうの選手は基本的に全てパワー A 以上です。なので一発がかなり怖い。ただ1点リードしてるこの状況なので、まあ、7回裏8回裏9回裏を全部無失点で抑えきれればそのまま勝てるっていう状況ですね。それが本当理想的な勝ち方。このチーム相手だとピッチャーまで向こうかなり優秀なので点取りにくいんですよね。正直足も速いし守備も上手いし、まあ、なので点をやらないっていうのが一番確実に勝てます。まあとは言っても点取られるかもしれない、わからない。でもみんなで、みんなの力で勝ち抜きたいですね。 OK ナイス、詰めナイス、三者三振だよ。オッケーオッケーオッケー。できれば爪に楽をさせてあげたいから、ここでちょっと打ちたいですね。向こうのピッチャーの能力が160キロ222、
で、重い球とあとは剛力彩芽さんついてるのでストレートを打とうとするとマイナス35パワー食らうんですよね。結構パワー落ちる。かといって変化球狙おうとしても変化球基本ストレートしたいよねこの人、ね、変化球打てるかどうかもわからないから。あーミスったな、ここちょっと流行ったな。ダメダメダメ、落ち着いてない、ちょっと今落ち着いてない。落ち着け、いける、オッケー。あーまあホームランにはなんなかったが、でもパワーマイナス35食らっててこんだけ飛べば全然すごいよ。広かった、マジバケモンだったなお前、おめバケモンだなおめ、おめすげえなおめ。よし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 、できればもう1点追加したい。もう1点追加できればほんと詰めが楽になるから。ボール球は振らない、向こうは転がさせようとしてくるはずだからコントロールもいいし。オッケー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 、フォアボール、ランナー1、2塁、ゲッツーは気をつけないといけなくなりましたね、この状況だと。逆に走んない走んない、今更こんなところで怖えもん、お前走らせてくんねえもん。ほらコントロールもいいし頭も使ってくるからボール球ちゃんと投げてくんだよ。こんな状況で走るわけないさ。次入れてくるかな、二塁ランナーを警戒。あーこれ取られるな、タッチアップも無理ですね、かなり肩がいいのでここは無理しない。古川頼むよ、渚とは顔の字違うけど大丈夫いける、渚父は野球うまかったから。グラナドですね、かなり警戒してるからボール球多いから待ってればワンチャンフォアボールはないかな、どうかな、なさそうかな。くそ。さあ次4番大畑くん、11番、11番という名の大畑くんです。もともと開拓分校にいた子でも OK 爪井ナイス、しっかりとここで抑えていく爪井で、ストレート主体の方がやっぱり良さそうですね。ぶっ飛ばされた時が怖いのでストレート主体にしつつカーブとか、まあ、ボールとかカーブとかでボール球入れながら行きたい。うまいこと変化球で球外しつつストレートを投げて、どうだ間に合うか、 OK 起きた、ナイス、よしあと4人、あとアウト4つで、あ、オッケー、ナイス、下山くんも早い、よし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 。え、爪井どうする、調子いいからな。いやでもあー続けるか、延長戦とかになった時用に炭原ちゃんは取っておきたいので、ちょっとここは爪井には9回も頑張ってもらいたいな。だってここでなんか一発打たれて延長戦になった爪井がピヨってきたっていう時に炭原ちゃん先使っちゃってたらもう後がないからね、抑えられる人はいないと思う。うわうまいなショート、マジか、結城くん頼むよ、さすがに警戒してきてるか。一応結城もパワー A にはしてきたので一発はあると思うんですよね。ここでホームラン入れられればかなり余裕ができるけど、どうだ、今のは無理、ああいう危ないとこは振らない、全然無理な球振る気はないんで。こっ、ああホームランにはならなかったか、まあでもいいでしょう。 OK ランナー2塁で、ここからクリーンナップだからこれワンチャン1点あるな。3番沖田、流し打ちを得意としています。さあここは追加点が欲しいところ、9回表、ここで追加点は全然ありえますよ。ボールワンボールノーストライク、155キロ変化球、うーん際どいコース、いける、投げました、オッケー、当たり際どいぞ際どいぞ、下がる、よし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 、1点追加、ホームイン開拓高校1点追加、セカンドへ送球、タイムリーツーベース、バッターは宇佐美、ストライク、ワンストライク、155キロ、ツーアウトランナー、よく見ろよ、よく見ろよ、
OK。 よし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 。二塁ランナーホームイン、開拓高校3点リード。またしてもチャンスが続く。バッターは広畑。さあここからできれば1点追加しておきたい。 OK。 あー取られたか。でもあとは3人抑えれば勝てる。で3点差、この状況ならきっと勝てる。よし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 。第3球投げました。際どいコース直球。落ち着けよ落ち着けよ。投げた、打ちました。これはセカンド。よし、まずは1人目。バッターサードの5番。あと2人。打った、ショートへ。取りました、ツーアウト。バッターレフトの9番。身体能力が非常に高い。あと1人、最後。投げた、ストライク。カウントワンストライク。大丈夫、落ち着け。でも最後まで手は抜くな。外角低め、まっすぐ。最後まで投げた。よし、これはセカンド。よし、パーフェクト。試合終了です。よし、爪井ありがとう。やった、勝ったぞ。やった。ねえ福丸くん、優勝、優勝なの？はい、開拓野球部最高。よっしゃ。このマスクから涙流してるのも悲しいよね。勝てなかった、勝てなかった。お前たち同情はずんだよ。お前ら胸合ってないと負けた俺たち惨め。最後の整列まではしっかりやってやる。その後ぶっ倒れるでしょうね。優勝しちゃいましたね。これで俺は選手としても監督としても優勝したわけだ。はいはい、おめでとうございます。よし、みんなで胴上げだ。え、俺？俺なの？やばるいな。違うと思います。おい、みんな何をする？胴上げは禁止されてるんだぞ。いいじゃないか、みんな勇気に引っ張ってきてもらったんだ。言っとくけど高校キングと違って俺たちも頑張ったけどね。ここまで来て照れてどうする。おとなしく胴上げされろ。俺を野球に引き戻した罰だ。日本中の晒し者にしてやるぜ。最後なんだからみんなで楽しく終わろうよ。キャプテンがいなければ俺はここにいなかったんだ。だから俺をしないと。キャプテン、さあもう諦めて。それ胴上げ胴上げ。まあ、おお。空中を浮かんでいる時、ようやくこの俺にも優勝したという実感が湧いてきた。こんな感じ、整列して曲を聴いてます。歌ってんの。オッケー。さてこれで実験は終了ね。引き上げるとしますか。よっしゃ。それにしても哀れなものだ。どんなに薬で強化してみても所詮猫は猫、本物の虎にはかないませんか。俺ですね。あ、そこの方、13番高校の監督の方ですね。あなたにはいろいろと聞きたいことがあります。まだ大会の運営の方、お仕事ご苦労様です。では私を止めてください。あれ、どうしてあの人をすんなり通してしまったんだ。おかしいな、どこにもいないぞ。一体どこに消えたんだ。そして月日は流れ。よ、おめでとう。ドラフト1位指名。ああ、ありがとう。すげえな。雨崎は意外だったな。せっかくプロの球団に指名されたのに大学へ行くなんてな。俺とまた戦う前に基本をしっかり勉強し直してくるってさ。なあ、13番高校の連中はどうなったんだろう。全員が病院でリハビリ中だとよ。ミーナさんに聞いたところじゃ時間はかかるが社会復帰できるそうだ。さすがうちのチームを苦しめただけのことはある。ガッツのある連中だな。ユキ、どうしたんだよ。13番高校、持田、ニワトリ、そしてユキ。俺は知らないうちにいろんな連中を踏み台にしてここにいるのかもしれない。は？おい、何言ってんだよ。お前は踏み潰してきただけじゃないんだぞ。え？少なくとも俺はお前と野球ができて楽しかった。チームの奴らも、木村も、ムラッチも、お前と関わったおかげでいい時間を過ごしたんだ。後悔してるなんて言いやがったらぶん殴ってやるからな。乱暴だな、爪井は。ありがとう。その代わり、プロに行ってもそれで満足しちまうようなダメな奴になったりすんじゃねえぞ。みんなの希望になるような奴で言ってくれ。それが上に行く奴の義務だ。ああ、わかってるよ。俺は自分の子供に自慢するんだ。
お前のようなすごいやつと同じチームで野球やってたってな。ああ、子供にね。爪井に結婚相手が見つかればの話だけどな。あんだどこの野郎。こうして俺の3年間の戦いは終わった。後で聞いた話だと、本黒高校はその構造が批判されて解体され、再び元通り別々の学校に戻り、13番高校は廃校になったらしい。俺がやってきたことが、この結末にどれだけ影響を与えたのかわからない。だが、勝ち残った者の義務として、俺は今日も戦い続ける。これまでに関わってきた、いろんな人への感謝を込めて。その頃。まあ、あなたがまだメイドの格好をしている点は、あえて追求しないことにしましょう。それより、どうしてミスター K の娘は始末しなかったんです？必要ない。あの子は何も知らない。ほう、確信があるんですね。まあ、念のため村送りにした方が私はいいと思いますかね。それも必要ない。ジナイダの判断に間違いはない。かばってくれてる。そうですか。それにしても、カタストロフが来ないのはありがたいことですね。これで、心置きなく、我々がカタストロフを起こすことができる。何十億人もバルハラに送れるのに嬉しくないんですか？ジナイダは成長したのだ。まったくこの子は。回想。ジナイダ？うん。カエサリオンのところで兵器の実験台になってたサイボーグなんだけどさ。実験の過程で脳の半分を電脳化してるんだ。連中は全く価値に気づいてなかったけどね。なるほど。電脳タイプの敵に対する切り札にするつもりですか？でもそのためには完全に電脳化する必要がある。それも本人の意思でね。それで私の出番ですか？じゃあ任せるよ。研究員、ジナイダ君を目覚めさせてくれ。デスマスの能力で私が相手の答えを誘導する。自分の意思で決定したとひとたび思い込んでしまえば、後で真相がバレたとしても、ほとんどの人間がその決定を尊重する傾向にある。この子を改造されたのは8歳。やれやれ、どこも同じですね。というわけで、どうかな、ジナイダ君。人間の体に戻るか、それとも。迷う必要はない。戦士だ、戦士にしてくれ。デスマスの能力なしで選びましたね。ジナイダは生まれついての戦士だ。自分が地獄に落ちるその日まで、一人でも多くの強敵と渡り合い、地獄に送り込みたいのだ。そういう生き方をジナイダは望む。なかなかの血統家ですね。いいでしょう。君には最高の体を与えましょう。ああ、それと、なんだ。あなたのセリフ、地獄じゃかっこ悪いですよ。どうせならバルハラにしなさい。いや、地獄の方がかっこいいけどな。バルハラ？現在。あなたって可愛いですね。なんだそれは。ジナイダに対する争いの侮辱か？いえいえ、親友からの心からの言葉です。親友？ジナイダとしては戦友の方がいいな。では、戦友で。よし。お前とならジナイダはバルハラでも楽しく過ごせそうだな。勘弁してください。私これでも長生きしたいので。こうして14につながります。よし、クリアです。いや、くっそ面白かった。めちゃくちゃ面白かった。ちょっと最後ポイント無駄にはしたくないけど。いい感じですね。OK。OK、超楽しかった、パワポケ13。背番号はまあ、いや、0番にしておきました。とりあえず0番にしておきました。で、勇気、こんな感じですね。パワーが A になったのはかなり助かりました。これ三振だけいらないけど、まあ、いいでしょう。エピローグ。あれからジナイダとは会っていない。彼女が自分の家族を手に入れることができたのか、少なくとも戦い以外の人生を見つけることができたのか、俺にはわからない。サヤカについては甲子園大会の後は寂しさの裏返しかもしれないが、よく俺に甘えるようになった。俺が自分だけの家族を手に入れる日は相当くないと思う。ねえ、最近あなたちょっと太ってない？あは、幸せ太りだよ。プロの選手が何を言ってるんだか、今夜からカロリー制限よ。あれ？ひょっとして俺ってこの子の尻に敷かれてる？まあ、あの尻ならそれもありかな。今は変なこと考えてたでしょ。まさか、ははは。広畑は少年野球のコーチをやってるらしい。なんていうのかな、俺の才能を後の世代に伝えるのが俺の使命って気がすんだよ。うん、まあ悪いことは言ってないよな。ただあいつが言うと妙に説得力がないだけで、いや散々活躍したから。沖田は実家の農業を手伝っているらしいが、ガッポ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 ー、今でも一発大きく勝てる未来を夢見て生活しているとか、プロになったらいける気したけどね。軽い、お前のせいだぞ。ご意志名、下山直人。よかったな下山、うちの大学からはお前だけだ。ありがとうみんな。彼は僕より4年も早くプロの世界に入った。すでに彼は一軍でも活躍している。これ下山のセリフで、彼っていうのは主人公ですね。彼と並ぶにはまだまだ遠い。だけどやっと同じ舞台へ上がることができる。僕らの野球人生の終わりもまだまだ遠い。だからいつか終わるその日まで彼と野球を楽しもう。ねえ聞いてよ、
僕に彼女ができたんだよ。うん、よかったな。それでね、毎日メールでお話してるんだ。そうか、よかったな。さあ、今日は何の話をしようかな。うさみ、ところでその子って本当に実在してるんだろうな。あ、知りたいけど知るのが怖い。ほっとけ。炭原は硬式野球をやりたい女性のために環境を整える活動をしている。体でけえな。時々テレビのバラエティ番組で全く衰えていないあの速球を見せてくれたりもするが、試合は長い間やっていないらしい。本人はまた男性と混じって一緒に野球がやりたいらしいが、なかなか道のりは険しいようだ。オッケー、逆襲球児編おしまいですね。はい、ということで今回パワープロくんポケット13の静止をなぞる実況プレイをやっていきましたが、いかがだったでしょうか。いや本当にね、なんか久しぶりにやるとめちゃくちゃ熱いストーリーですよね。めちゃくちゃいいゲームだと思う。本当高校野球の王道っていう感じでね、本当もう楽しかった。マジで楽しかった。でも無事静止なぞれて下山くんもねパワーアップできたので、そこは良かったかなと思います。で次回パワーポケ14、静止をなぞるこの実況プレイシリーズの最後になります。最後のパワーポケ14、ジナイダとかホンフーがいろいろ話してたカタストロフとか村とか、そういった謎が全て明らかになります。ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。正直この静止実況終わりたくないです。もう本当ずーっと楽しくやってきたんで、終わっちゃうのが悲しいところはありますけど、最後の14も楽しんでいきたいと思います。これ終わった後何しようかちょっとまだ悩んでるところなので、なんかいいアイデアがあったら教えてください。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんもパワーポケ13やってみてね。じゃあね。